佐賀県内で交通死亡事故が相次いでいることを受け交通死亡事故多発警報が発令されました佐賀県内では昨日までの8日間で合わせて4人が交通事故で亡くなりました今年に入ってから佐賀県内での交通事故による死者は合わせて18人で去年の同じ時期と比べて13人増えています事故の多発を受け佐賀県交通対策協議会は 今日から今月16日までの10日間、交通死亡事故多発警報を発令しました。今後、警察などが交通取締りを強化したり、事故防止のキャンペーンを展開したりするということです。佐賀県での交通死亡事故多発警報の発令は、去年12月18日以来です。また、道路を歩いて横断している人が絡む事故が多いことから、佐賀県は、 ドライバーに対する安全運転に加え歩行者に対する安全確認の徹底などを呼びかけています。